皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今年もあと1日、まあ、今日は12月31日なんですけれども、まあ、今月も化石発掘の総括というところに行きたいんですけれども、まあ、今月はですね、ちょっと、まあ、初版の事情で、そもそも化石発掘に行く回数がちょっと少なくてですね、あんまりそもそも化石が取れてないんですけれども、まあ、12月ということもありますので、まあ、今年のですね、化石発掘の総括という感じにしたいなと思ってます。はい。まあ、自分は去年の3月31日から村田センターに行くようになったんですけれども、まあ、去年はですね、まあ、こうどこをこう掘っていいかとか、どこを掘ったらちゃんとこう、いいものが出てくるかっていう感じのは あんまり分かってなかったもんで、まあ、あっちこっち掘っては、まあ、本当に、まあ、イノセラムスとか、こうありふれた化石しか取れなくて、去年は結局、何回行ったかちょっと分かりませんけど、アンモナイトが多分取れてなかったと思うんですね。まあ、今年に入って、アンモナイトセンターへは、まあ、1月の一番最初の体験発掘から、まあ、参加はして、まあ、そこから、まあ、月1くらいでこう参加をしていくようになったんですけれども、まあ、6月以降はですね、結構もうほぼほぼ毎週行くようになりまして、まあ、12月に至るまで、結構お腹一層参加してきたわけなんですけれども、まあ、今年に入ってね、ようやくアンモナイト、まあ、大きいものではないんですけど、そこそこアンモナイトが出るようになったんですね。はい。で、まあ、それ以外で言うと、まあ、ここに今年取った化石がずらっと入ってるんですけど、まあ、アンモナイト以外ではやっぱりサメの歯が結構多かったですね。サメの歯とか、魚の歯とかですね。はい。まあ、主にアンモナイトセンターでよく出る化石が、まあ、順当に出たなっていう感じはします。はい。というわけですね。まあ、今年取れた化石の中で、まあ、ベスト3を、まあ、我ながら決めてみたいと思います。まあ、アモナイトはあんまり大きいものは取れてなかったんですけれども、まあ、先日、本当に今年の、まあ、最後の発掘に行ってきたんですけれども、その時にですね、まあ、優秀の美を飾るものが出てきましたので、まあ、それも含めて今年のベスト3を発表したいと思います。ではまず第3位ですね。はい、こちらですね。はい、はい、こちら、まあ、三角貝の仲間で、まあ、ヤーディアというですね、割と大型の、まあ、アンモナイト全体で取れる貝としては、まあ、一番大きいサイズだということなんですけれども、ヤーディアという三角貝ですね。というわけで、こちらが第3位ということになります。はい。続いて、第2位は、こちらです。どっちか。はい。こちらですね。アンモナイト2連で出てる化石なんですけれども、そちらから向かって右側、こちらですね。こちらが、まあ、多分スカファイテスというアンモナイトで、こちらに入ってるのがエゾイテスという、まあ、どちらも異常巻きのアンモナイトなんですけれども、このようにですね、全く隣り合って、アンモナイトが出てきたということで、まあ、掘り出した時はこっち側が隠れてて、こっち側の一部がちょっと出てる状態だったんですけれども、まあ、こっちをクリーニングしてると、まあ、この辺に何かありそうだっつんで、まあ、こっちもクリーニングしたらこんな感じですね。横にこう2つ並ぶ、なかなか素晴らしい形で、出てきたんですけれども、まあ、たびたび、まあ、この動画の中ではお伝えしてますけれども、やっぱりこの完全な本当に綺麗な形で出てくる化石っていうのがほとんどないんですよね。まあ、これは割と、多くの範囲が綺麗に出てる方だとは思うんですけれども、まあ、このスカファイテスにしても、この巻いてる方、くるくるって巻いてる方があんまりよく見えてなくて、で、この殻の出口の方もやっぱりちょっと欠けちゃってない状態ですよね。で、こちらのエゾイテスもやっぱり、多分こっちが渦巻いて
ってる方かなとは思いますけど、まあその先っちょの方までがちょっとあまり綺麗に出てない、この上の方も欠けちゃってるという感じで、まあそれでもね、こう2個並んでどんどんと出てきたんで、これは非常にいい化石かなと思いますね。はい、ちなみに、まあ、今年初めて出したアモナイトというのがですね、はい、こちらなんですけれども、こちらの2月の初めに行った時に初めて出したアモナイトですね。多分これはエゾイテスかなと思うんですけど、このカーブしてるところしか出てないんで、ちょっとね、特徴が分かりづらいところはあるんですけれど、まあ異常巻きのアンモナイトかなっていうのは分かりますけど、うん、まああんまり綺麗な形でもないですね、これもね。はい、というわけで第2位がこちらの2連のアンモナイトでした。はい、そして今年の化石発掘ランキングの第1位は、ダン、パッと、はい、こちらアンモナイトの化石で、アナゴードリセラスという種類のアンモナイトの一部になりますね。はい、こちら、このようにこう筋が何本も走ってますけれども、まあ、これがですね、アンモナイトの貝の部分の6と呼ばれるものなんですけれども、まあこれがですね、さっき言いました優秀の美というところなんですけれども、先日行ってきた最後の体験発掘で、出てきました。はい、でこのこれも本当に一部なんですけれども、まあ、アナゴオドリセラスっていうのは、まあ、貝のイメージとしてはこんな感じになるわけなんですけれども、まあ、この、6の状態から見て、だいたい、まあ、直径で言うと、まあ、こうちっちゃい方の直径で言うと12センチで、この穴が開いている方の、まあ、横幅で言うと多分15センチくらい、まあ、それ以上あるかもしれないんですけど、それくらいの、まあ、アナゴードリセラスの化石の一部かなと思うんですけれども、まあ、さっき当てましたけど、だいたいこの入り口近くのね、この辺の部分じゃないかなとは思うんですけど、こっち向きかもしれないです、逆かもしれないです、こっち向きでこうかな、はい、こんな感じの、まあ、この辺の部分かなとは思うんですけれども、まあ、もしですね、これがあの完全な形で出てきてたら、多分さっきのくらいの大きさのアンモナイトだったんじゃないかなという感じですよね。はい、でまあこれもですね、まあ、こう2つにこう割れちゃってますけど、どういう感じで出てきたかというと、このまあそちらから向かってやっぱりこうこういう感じで入ってたんですよね。この貝の化石の部分が下向いて入ってたんで、ここですね、ここ欠けてるところにこう、ここにこう高値をダンダンダンって打ってボロって落ちたやつをひっくり返した時にこれが出てきたんで、うわっと思ったんですけど、やっぱりこれは間違いなく、まあ、アンモナイトなんですけどね。で、まあ、ここまで入ってるということは、さらにこの奥ですね、この続きがあるんじゃないかと思って、ドドドドドとこう掘ってたんですけど、まあこれがですね、ゴムノブの大体後半くらいに出てきてたんで、ちょっとね時間が足りなくて、まあ掘りきれなかったかなと思うんですけど、まあ自分が掘ってる分にはあのここまでしかなかったですね。はい、ちょっとこう土、まあ、土と砂の中にこのアンモナイトの、まあ、断面がちょっと見えたような感じがしたんですよね。このちょっと楕円形の断面があるような感じがしたんで、まだまだ次があるかなと思ったんですけど、ちょっと、これ以上先はなかったですね。はい、でこれがですね、今、取れた場所なんですけど、まあ10月以降、まあ結構ですね、サメの歯とかアンモナイトとかが出てる場所、まあ、あのでっかい
オウムガイが出た場所の近くをこう、まあね、横にこう広げる感じでずっと最近思ってたんですけども、そこからやっぱりこういうのが出てきてたんで、はい、あそこがですね、やっぱりですね今一番熱いポイントかなと思うんですね。だからもっといいもんが埋まってそうな感じがします。はい、なので、来年ですね、年明けからもですねあの辺を中心に狙っていきたいなと思ってます。はい、というわけで2019年の化石発掘総括においてランキングこの第1位このアナゴードリセラスということになりました。本当にですね2019年最後の最後にいいものが出たなと思います。はい、まあ、その他にもですね、結構今年はアンナイトもいろいろ取れたりしたんですけれども、まあ代表的なところをちょっと出してみようかなと思うんですけど、まずはこちらですね、はい、スカファイテスなんですけれども、これはですね、まあ、アンモナイトセンターで出てくる化石、まあ、先ほども言いましたけど、まあ、形があまり良くないっていうのがある中で、結構ですね、これはね、上の方からこの口の方まで、綺麗に出てる化石になるんですけれども、これがですね、まあ、9月の中旬に行った時ですけども、まあ、結構こうまとまってアンモナイトがどんどんどんと、まあ、つってもこのスカファイテスくらいのサイズの異常巻きアンモナイトが結構どんどんどんとこう出てきたわけですけれども、まあ、この、アンモナイトが連発した初日の日にですね、自分はですねいつも、まあ、自前のヘルメットをこう持って行ってたんですけど、その日はちょっとね、忘れてきちゃって、家に忘れてきちゃって、で、まあ、その時は、まあ、久しぶりにあのアンモナイトセンターのヘルメットを書いてこう体験発掘やってたんですけども、まあ、いつもはですねこのヘルメットに、まあ、体験発掘やるときにはこう参加するときの、まあ、証明というかシールをこう、まあ、貼っとくんですけれども、まあ、仮物のヘルメットも貼っとくわけにはいかないんで、まあ、どこに貼ろうかっつって、まあ、服に貼ってもいいんですけど、まあ、服に貼るとまあこうピロッと剥がれちゃうんで、まあ、一番貼れるとこっつったら、まあ、ここかなと、で、まあ、ほっぺにこう貼ったんですね。その時にそのアンモナイトが1日で4つくらいこうドドドッと出たんで、まあその後ですね、まあ弦を担いで、まあここに体験発掘書を貼るという、まあ、おまじないをして、まあ、ずっと、最後の発掘までやってまいりまして、まあ最後の最後でこの、ゴードリアナゴードリセラスですね、これを出すことができたと。まあ単純にこれは偶然であるかなとは思いますけども、そうすればうまくいくんだっていう思いがありますから、まあ、来年もそのおまじないをですね、続けていきたいなと思います。はい、で、まあ、アンモナイト以外ではこちらですね、はい、クレトラムナというサメの歯なんですけれども、まあ、2019年に取れた歯の中では、まあ、これが一番大きくて、綺麗な形かなと思うんですね。でこれ画面向かって、左側ちょっとこうズバッとなくなってる感じがしますけど、本来はこの歯の両側にこの側後頭と呼ばれるこのちっちゃい歯なんですけどね、横にちっちゃい歯がついてるのがまあ両側にあるんですけれども、まあ、これはちょっと、画面のこう左側が欠けちゃってる状態ですけれども、これがですね、まあ、一番いい形で出た、非常に綺麗な形で出たサメの歯ですね、今年取れたものの中で。はい、まあこのサメの歯がよく出てくるところは、まあ、体験発掘場があったところのこう斜めに、地層が走ってますけれども、この床面こう向かっていってドーンと壁に当たってこう立ってるところの、まあこの本当に下の方、地面との境目くらいに結構いっぱい入ってまして、まあ、そこをですね、根気よく掘っていきますとこう表面にポッと出てきたり、あるいはこうドーンと叩いたそばにポロッて落っこったりします。はい、でまあこれちょっと慣れてないとあの
出てきたことにちょっと気がつかなかったりすることがあるので、まあ体験発掘終わった後でこう砕いた石なんかを見ますと、まあその見逃されたサメナがたまに落ちてたりすることがあるんで、まあ、見つけるのがちょっと難しいなと思ったらばですね、まず、その体験発掘場の砕いた瓦礫の中にこういう歯がたまに紛れ込んでたりしますんで、それを探してみるのもまあいいかなと思いますね。はい、まあ、というわけで、有終の美を飾ることができた今年のアモノシセンターにおける体験発掘なんですけれども、来年はですね、1月4日の土曜日から体験発掘がまた始まります。でですね、まあ、自分もですね、まあ、先に行って体験発掘を行いたいんですけれども、まあ、自分はちょっとね、小の事情で4日はいけないんで、まあ、5日からまた体験発掘に参加していきたいなと思います。はい、というわけで、今年の化石発掘ランキング及び、まあ、2019年の体験発掘の総括でした。はい、というわけですね、今年の動画はまあこれが最後になるかと思うんですけれども、まあ、2019年もたくさんのご視聴、そしてチャンネル登録コメントなどいろいろいただきありがとうございました。また来年も創作意欲チャンネルをよろしくお願いいたします。それでは皆さん、良いお年を。